一瞬、カメラを見て視線を落とした男。陸上自衛隊大宮駐屯地所属の林田武弘容疑者、22歳です。自分名義で作った銀行口座の情報を他人に売り渡した疑いで逮捕されました。口座情報を買ったのは詐欺グループで、高収入などの言葉で募集していました。事件が明らかになったきっかけは、去年8月に起きた詐欺事件。被害に遭ったのは80代の女性です。詐欺グループは女性からキャッシュカードを騙し取り、女性の口座から100万円を別の口座に送金。その送金先に使われたのが林田容疑者名義の口座でした。調べに対し林田容疑者は容疑を認めているといいます。口座の情報を売ったことに間違いありません。林田容疑者は口座から金を引き出す際に必要な ID とパスワードを売り、およそ2万円の報酬を受け取っていました。またこの事件とは別に同じ容疑でもう一人陸上自衛隊員が逮捕されています。逮捕されたのは習志野駐屯地所属の元木雄太容疑者、23歳。自分名義のキャッシュカードを他人に譲り渡した疑いが持たれています。同じ容疑で逮捕された2人共に陸上自衛隊員ながら、これまでに関わりはなく共犯関係でもないといいます。ではなぜ2人は同様の行為に及んだのでしょうか。林田容疑者は動機についてこう話しているといいます。お金が欲しくてやった。 SNS で高収入とか検索して口座を売った。高収入を謳って募集されているいわゆる闇バイト。ネット検索すると、中には裏仕事、闇バイトなど書いてある投稿もあります。中には詐欺利用一切なし、安全に利用などの書き込みも見られました。しかし正当な理由がなく口座を譲り渡すのは違法行為です。警察は2人が複数の口座を開いていることから余罪があるとみて調べを進めています。